密着結合密着結合あるいはタイトジャンクションとは、隣り合う上皮細胞をつなぎ、様々な分子が細胞間を通過するのを防ぐ細胞間結合の一つ。膜タンパク質及び膜脂質の移動を制限することにより、長短領域と規定領域の領域を区分し、細胞の極性を維持すると考えられている。オリゴデンドロサイトのミエリン症にも同様の構造が存在する。 膜タンパク質としてオクルディン、トリセルリン、クローディンファミリー、ジャムファミリー、アンギュリンファミリーがタイトジャンクションに極在し、ストランド形成はクローディンが担っている。また、裏打ちタンパク質のゾマイナス1などのゾファミリー、シングリンファミリーなどが密着結合の細胞質側に極在し、アクチン細胞骨格との相互作用に関与していると考えられている。 BTJ と TTJ1963 年に、ファーカーとパラデイは、ラット、モルモットの線及び関空組織の様々な上皮細胞に、形態の異なる3種類の細胞間接着分子を、報告した。これが、タイトジャンクション、アドヘレンスジャンクション、デスモソームである。この論文では、透過型電子顕微鏡観察である超薄、切片像で隣り合う。 上皮細胞の形質膜が隙間なく完全に密着した形態学的な特徴と透過性バリアとしての機能を合わせて示している。1973年には別の電子、顕微鏡法である凍結はダンレプリカ法によってタイトジャンクションの膜密着部分では細胞内で粒子が紐状に並んだストランド構造がネットワークを形成しベルトとして細胞周囲を取り巻いていることが 明らかになった。この構造はより正確には、バイセルラータイトジャンクションと呼ばれる。3つの上皮細胞が接触する、トリセルラーコンタクトでは、タイトジャンクションは、バイセルラータイトジャンクションと異なる構造をしていると考えられており、トリセルラータイトジャンクションと呼ばれる。トリセルラータイトジャンクションに関しては1960年代から1970年代に、複数の著者から、 凍結割断レプリカ法による電子顕微鏡観察が報告されている。中でも主車輪らの報告はよく引用されている。まずバイセルラータイトジャンクションのベルトはトリセルラーコンタクトに近づくと基定部側に折れ曲がり、お互いにほぼ寄り添ったまま基定部側に長く伸びる。そしてこの中心のベルトに向かって何本ものベルトが合流する。トリセルラーコンタクトの中心部は セントラルシーリングエレメンツと呼ばれる3体の TJ ストランドがあり、これらによって中心管が構成される。セントラルシーリングエレメンツを構成するタイトジャンクションはバイセルラータイトジャンクションを構成するタンパク質とは異なると予想されていた。中心管の直径はおよそ12ナノメートルと言われており、高分子の防細胞経路を制御すると考えられている。 ミオグロビンの有効分子計は1.9ナノメートル、アルブミンは3.6ナノメートル、ガンマグロブリンは5.6ナノメートルであるため、中心管を制御することで高分子医薬品を透過させることが可能となる。歴史タイトジャンクションの構成分子に関しては長らく不明な時期が続いた。タイトジャンクションの構成成分の同定に関しては、多くの日本人研究者が貢献しており、 その歴史的な経緯は小さな小さなクローディン発見物語で記載されている。1970年代にはタイトジャンクションを高純度に単理する方法がなかったため構成分子をモノクローナル抗体のスクリーニングによって同定された。この方法ではタイトジャンクションを多く含む膜分隔を調整し抗原として免疫し、 その結果様々な抗原に対してできたモノクローナル抗体の中から免疫染色によってタイトジャンクションを標識するものだけを選びその抗体を使ってタイトジャンクションに極在する抗原を同定しクローニングするこの手法により1986年にスティーブンソンらによって最初に同定されたタイトジャンクション構成分子がゾマイナス1であるゾマイナス一は タイトジャンクションの細胞質側を裏打ちする、タンパク質で様々な分子と相互作用をすることが知られている。またぞマイナス1はタイトジャンクションへの濃縮が極めて良いことから、細胞間接着形成の優れたマーカーとしても知られている。1993年に、古瀬美希夫、月田翔一郎らは、オクルディンというタイトジャンクションの膜タンパク質を発見した。 岡崎国立共同研究機構生理学研究所の月田昭一郎研究室では当時はタイトジャンクションに隣接して存在する細胞間接着装置アドヘレンスジャンクションを月種類の肝臓から管理してその分子構築の解明を進めていた。彼らは研究の過程でアドヘレンスジャンクションと同じ分が2ゾマイナス1などタイトジャンクションに含まれる タンパク質が濃縮されていることに気がついた。そこでこの細胞接着装置膜分割を従来の月脂類ではなくひよこの肝臓から単離し、裏打ちタンパク質をできるだけ抽出した残りの膜をラットに免疫して作成したモノクローナル抗体を用いて細胞接着装置を同定しようとした。この時、膜タンパク質を同定するために少量の SDS を混ぜた抗原で免疫した。 この方法で同定し、クローニングしたのがオクルディンであった。しかしその後、ES 細胞から作成したオクルディン遺伝子、血質上皮細胞が発達したタイトジャンクションを形成し、オクルディンはタイトジャンクション形成に必須ではないことが示された。そこで彼らは、ヒヨコ肝臓から得た細胞接着装置膜分割に戻り、この膜分割を さらに機械的に破砕して密度による分割などにより、タイトジャンクションの生成を試みた。タイトジャンクションの単理には成功しなかったものの、この過程で、タイトジャンクションマーカーであるオクルディンと一緒に振る舞う、タンパク質バンドを一本乱し、そのアミノ酸配列決定から、相当な2種類のタンパク質を同定した。これが、タイトジャンクションの接着分子であるクローディンファミリーで、 最初に同定されたクローディン1とクローディン2である。クローディン1、またはクローディン2を持たないマウス L 線イメ細胞に強制発現させると、いずれの場合も、もともと細胞接着活性を示さない L 細胞が互いに強固に接着するようになった。さらに細胞間に巨大なタイトジャイクションストランドネットワークが形成された。オクルディンを L 細胞に発現させても、 このようなネットワークは形成されないが、クローディンと同時に導入するとクローディンによって形成されたストランドにオクルリンが組み込まれた。構造と機能クローディンは4つの膜貫通ドメインと2つの細胞外ループを持つ分子量 23kD の小さな4回膜貫通タンパク質である G リンウッド CC というクローディンモチーフを持つ。人やマウスでは少なくとも24種類のサブタイプの 大電子ファミリーを構成する。細胞生物学的な研究から、クローディンの基本的な性質は以下のようにまとめられる。大舎クローディンは細胞内で合成された後、直接密着結合に輸送されるのではなく、一度細胞表面に輸送された後で密着結合に向かって移動し、クローディン同士の相互作用を介して密着結合に取り込まれる。 培養細胞におけるクローディン5の半減期は90分と非常に短い。クローディン4の半減期は6時間で、クローディン2の半減期は9時間である。クローディンの密着結合への極在に脂質収縮であるパルミトイル化が重要という意見もある。立体構造1998年に月田翔一郎、古瀬美紀オらがクローディンを発見して以来、その立体構造は不明であった。 一次構造から模式図が作成されていたのみであった。2014年に大阪大学と名古屋大学と東京大学の共同研究グループが世界で初めてクローディンの立体構造を報告した。彼らは s f q インセクトセルという昆虫培養細胞発現系を用いてクローディンの発現と生成を試みた。異なるサブタイプをいくつも試し、マウスのクローディン15が 発現量も多く、純度もよく生成することができた。良質な結晶作成のためクローディン機能として、最も重要な TJ ストランド形成に最低限、必要な領域のみ残した C 末端結損コンストラクトを作成し、脂質キュービック双法を用いて結晶を作成した。兵庫県の大型放射光施設スプリングマイナス8でビームライン BL32XU を用いて、 X 線解説データから2.4、オングストローム分解能で、クローディン15の結晶構造が得られた。この結果により、クローディンは4回膜貫通型の新規の折りたたみ、構造を取ること、細胞外領域の β シート構造は、クローディンに保存された基本構造であること、クローディンの15には、H と TM3β ごとの間での保存された疎水的な、 相互作用が重要であること、クローディン単量体は細胞外に手のひらを向けたような構造をしていること、細胞外表面領域が TJ ストランド中のイオン透過経路を作ることが明らかになった。マウスのクローディン15は幅約3ナノメートルの大きさの分子であり4回膜貫通型タンパク質である。一時構造では N 末端から TM1、ECS1、H、 tm2, tm3, TM ecs2, tm4 と配列している。結晶構造からマウスのクローディン15は左巻きの4本ヘリックスバンドルからなる膜、貫通領域と2つの細胞外ループ部分が形成する β シート構造領域があることが明らかになった。膜貫通領域にはグリシンやアラニンなどの小さな側差を多く含み、 ヘリックス同士が固く巻きついた構造をとっていた。巻く貫通領域の変異で難聴や低マグネシウム血症などの遺伝子疾患が報告されており4本ヘリックスバンドル構造はクローデンの生理機能に重要と考えられた。細胞外 β シート領域は5本の β ストランドからなり、細胞外第1ループの一部が β1β4 として、細胞外第2ループの一部が ベータ語として含まれており、一続きの逆平行ベータシート構造を形成していた。これまで細胞外第1ループと細胞外第2ループは、それぞれ別個のループ構造を持つと考えられていたが、実際にはループ構造ではなく、連続した一つの構造ドメインとして合体しているのが明らかになった。このホールディングに重要なのが、 ECS1 中に存在する W リングット CC という共通モチーフ配列であり、これはすべてのクローディンで保存されている。モチーフ配列中の2つのシステイン残機は分子内でジスルフィド結合を形成しており、β3 と β4 の2つのストランドをつなぐことで、βC と構造を安定化していると考えられる。また、他の保存された W。 リンウッド配列はベータシート領域の根元側から脂質膜界面に突き刺さるように並んで配置しており、ヘリックスバンドル上部の裂け目の間に埋まっていた。この状態はあたかも怒りを下ろして、細胞膜上にベータシート領域を固定しているように見えることから、モチーフ配列は疎水的アンカーとして、細胞外領域の構造を安定化するのに寄与していると分かった。 マウスのクローリン15分子は脂質キュービック症結晶中において単量体が横一列に並んだ状態でパッキングしており、隣接する分子間での横方向の相互作用には脂質膜界面に存在する細胞外の特定領域が関与していた。また観察された相互作用部位におけるアミノ酸変異導入と TJ ストランドの電子顕微鏡観察からタンデムに隣接する エッジと TM3β ごとの間での保存された残機同士の素水的な相互作用が TJ ストランドの形成に重要であることが示された。したがって結晶中で見られるこの直線上の並びは実際の生体内で見られる TJ ストランド中のクローディン15体構造の一部を再現していると考えられる。構造解析の結果、マウスのクローディン十五単量体は細胞外 1> 第1ループと細胞外、第2ループによる形成される5つのベータストランドによって細胞外に手のひらを向けたような構造をとっている。5つのベータシート構造を手のひらの左手の5本の指に例えると、クローディンは隣り合う細胞間であたかも手のひら同士が合わさるように TJ の細胞間バリアやチャンネルを形成すると予想される。 マウスのクローディン15は価値ン選択的なチャンネル型 TJ を形成する ECS1 中の酸性残機がその選択性に寄与しているこれらの残機はベータシート構造領域の端に偏って位置しているそのためマウスのクローディン15は細胞外表面領域が負に加電される他のクローディンサブタイプにおいてもこの細胞外表面電化が それぞれのイオン選択性に応じた静電ポテンシャルを持っていることがホモロジーモデルから示された。TJ ストランド中において、クローディンの形成する手のひら状の家電領域が防細胞経路を覆うように配置することで等か、制限するイオンの選択性に寄与していることが示唆される。クローディンファミリーに関して、ノックアウトマウスを用いたクローディンファミリーの解析の結果からバリア型、 クローディンとチャネル型、クローディンが知られている。バリア型、クローディンと考えられているのは、クローディン1、クローディン4、クローディン5、クローディン7、クローディン11、クローディン14、クローディン18、クローディン19である。チャンネル型、クローディンは発現することで、上皮細胞間にチャネルを形成して透過性を与える。 あるいはタイトジャイクションストランドのダイナミクスで透過性を与える。チャンネル型、クローディンには、クローディン2、クローディン 10R、クローディン10ビット、クローディン15、クローディン16が知られている。またチャンネル型、クローディン以外の防細胞経路として、リーク経路が知られている。比較的大きな分子量を持つ、水溶性分子が水溶性分子が極めてわずかずつ、 タイトジャンクションを通って漏れておりその経路をリーク経路という。正常状態でリーク経路におけるわずかな漏れを説明するメカニズムの一つとしてタイトジャンクションのストランド構造が幕内のタンパク質ポリマーとしての切断と再結合を繰り返す動的な振る舞いが考えられる。バリア型、クローディン血液脳関門は脳を守るバリアであり脳実質を囲む 毛細血管内皮細胞のタイトジャンクションが重要な役割を担う。脳血管内皮細胞にはクローディン5の発言が特に多い。クローディン5以外にはクローディン12などの発言が見られる。クローディン後のノックアウトマウスは生後1日以内で致死となる。電子顕微鏡で形態評価を行うとクローディン後のノックアウトマウスにもタイトジャンクションストランド形成が 確認され、脳血管のネットワークや組織構築は維持された。しかし小分子のトレーサーの通過は正常型マウスと大きく異なった。正常マウスは分子量 443D、742D、1900D のいずれも通過しなかった。しかしクローディンゴノックアウトマウスでは分子量 443D、742D のトレーサーは通過した。 クローディン後のノックアウトマウスの血液脳関門は分子量およそ 800D までは通過するがそれより大きな分子は透過しない分子部類のような作用をしていると考えられた。クローディン後のノックアウトを行うと小分子の透過性のみ更新するためクローディン後の制御によって小分子の薬物輸送や水の透過性制御による脳不腫の治療などが行える可能性がある。 キャンベルらはマウスに、クローディンゴを標的とするセルナを、全身投与し、一時的にインビボで、クローディンゴの発言を抑制して、BBB の透過性を上げることに成功している。このノックダウン効果は1週間未満で収束する。クローディンゴとクルディンを標的とするセルナをマウスに、共投与し、脳微小血管内皮細胞で両者をノックダウンすると、約3から5系だ程度の分子が、 血液の関門を通過する報告がある。一方、脳微小血管内皮に、クローディンゴを薬剤誘導性にノックダウンできるマウスを作成し、成熟マウスでクローディンゴの持続的なノックダウンを行った場合、2から6週間以内にマウスが統合失調症様の症状を示し死亡する。工場的に 1K 代以下の低分子が脳内に流入し続けると、 脳内環境が破綻し致命的な脳内炎症が生じることが示唆される。またクローディン5の変異は統合失調症と関連している。クローディン7の腸管上皮、細胞特異的ノックアウトマウスは大腸炎のモデルマウスである。クローディン18はプロトンバリアを構成すると考えられている。クローディン18のノックアウトマウスは 胃の壁細胞が成熟し遺酸分泌を始める生後4日目から胃炎の症状が見られる。同時に壁細胞やその分化した主細胞の減少が見られる。チャンネル型クローディン腸管上皮細胞シートは細胞間の選択的ン桃化性の高い増黄器として知られている。腸管に発現が多い2つの細胞間チャンネル型クローディンであるクローディン2とクローディン15の ダブルノックアウトマウスはナトリウムイオンの上皮細胞間透過性が野生型マウスのおよそ20%にまで低下する。また、離乳前後に三大栄養素の吸収不全で致死的になる。最初に発見されたタイトジャンクションを構成する膜貫通タンパク質である。ノックアウトマウスでもタイトジャンクションが形成されるため、タイトジャンクションにおける正確な役割は不明な点が多い。 クローディンファミリーと相互作用することでクローディンファミリー単独で形成するタイトジャイクションストランドよりも複雑なタイトジャイクションストランドを形成するという研究内容もある。オクルリンロックアウトマウスはタイトジャンクションを構成でき生存可能である。しかし成長遅延となりの壁壁壁細胞は消失する。また緻密骨の薄化、脳内石灰化、清掃萎縮。 大気腺の線上動管細胞質下流の消失、コルチキの有毛細胞のアポトーシスが認められる。オクルリンノックアウトマウスが示す脳内血管内皮細胞周辺のカルシウムの沈着は金属イオンの透過更新が血液脳管門で生じていると考えられている。コルチキの有毛細胞のアポトーシスは、クローディン14血損による DFNB29 や、 トリセルリン変異による DFNB49、アンギュリン変異による DFNB42 に類似する。コルチキの有毛細胞のアポトーシスは、オクルリンの欠損のためトリセルリンがバイセルラータイトジャンクションに導入された結果である。分子量は 65KD で、短い N 末端細胞質ビブ、2つの細胞外ループ及び長い。 シーマッタン細胞細胞質微ブを持つ四回膜貫通型タンパク質である。オクルディンとトリセルリンとマーベルド酸が相当性があり、マーベルファミリーと呼ばれる。シーマッタン細胞質微ブには、ゾマイナス1やアークチンと、相互作用をするのに必要なアッセルドメインと呼ばれる構造がある。オクルディンは、BTJ のリーク経路における、マクロマラクルの透過とカベオリンエンドサイトーシスに、 関与している。培養細胞で送りンをノックダウンすると6.25ナノメートルほどの分子の透過性が著しく更新した。3.6ナノメートル 70kD の分子の透過性を更新させた別の報告も存在する。TNF は上皮細胞の透過性を更新させることが知られているが、その作用は送りンを介していると考えられている。 オクルリンをノックダウンすると TNF を投与してもマクロマラクルの透過性が更新しない。TNF によって起こるマクロマラクルの透過性の更新はアッセルドメインのアクチンやゾマイナス1との相互作用が関与する。オクルリンとトリセルリンのダブルノックアウト細胞の解析からオクルリンとトリセルリンがクローディンが作るストランドの分岐点を安定化し、 網目構造の複雑性を維持する役割を持つことが示唆されている。大腸菌、デングウイルス、ノロウイルス、ロタウイルス、緑膿菌は感染時にオクルディンの発現を抑制、病原生物の侵入を容易にする。オクルディンは多くの病原微生物のターゲットとなっている。クローディン1とともに C 型肝炎ウイルスの受容体である。 培養細胞でオクルディンをノックダウンするとバイセルラータイトジャンクション内のトリセルリンが増加する。これはオクルディンがバイセルラータイトジャンクションからトリセルリンを排除していることを意味する。トリセルラータイトジャンクションで最初に発見された抗生タンパク質である。別名はマーベルド2である。発見当初マウストリセルリンは分子量が 63.6kd で、 短い N 末端細胞質微部、二つの細胞外ループ及び長い C 末端細胞細胞質微部を持つ4回膜貫通型タンパク質として同定された。オクルリンとトリセルリンとマーベルド酸が相当性があり、マーベルファミリーと呼ばれる。C 末端細胞質微部にはゾマイナス1やアクチンと相互作用をするのに必要なアッセルドメインが保存されている。C 末端は オクルリンとの相当性が32%もある。その後トリセルリンは4つのアイソフォームがあることが分かった。人のトリセルリン遺伝子にはトリック A、トリック A1、トリック B、トリック C などがあるが、単にトリセルリンと言われた場合は、多くの場合最長のトリック A を指すことが多い。7つのエクソンを含み、エクソン2に4つの膜膜貫通領域がコードされ、 C 末端にアッセルドメインがコードされる。トリック A1 は、エクソン3を書く。トリック B は、C 末端のアッセルドメインを書く。トリック C は、選択的スプライシングの結果、エクソン2の膜貫通領域が2つになっている。C 末端細胞質ドメインに変異があると、DFNB49 という難聴の原因となる。C 末端細胞質ドメインは、 アンギュリンファミリーとの相互作用に関与する。このドメインがアンギュリンファミリーと相互作用することで、トリセルリンはトリセルラーコンタクトに極在する。トリセルリンは上皮や内皮のトリセルラーコンタクトの他に、樹状細胞、ミクログリア、手腕細胞でも発現している。DFNB49 難聴を引き起こす変異、トリセルリンのノックインマウスでは有毛細胞の変性があり、 進行性難聴を示す。そしてトリセルラータイトジャンクションにトリセルリンが極在せず、トリセルラーコンタクトで BTJ の構造が分離していた。予想外にトリセルリンのノックアウトマウスは有毛細胞の編成による進行性難聴を示す。腸管上皮や血管内皮の防細胞経路は WT と同様であり、透過型電子顕微鏡では、 バイセルラータイトジャンクションの構造は維持された。マウス上皮由来培養細胞でトリック A をノックダウンするとテルの低下と 4KD のデキストランの透過性が更新した。250KD の透過性は変化しなかった。形態学的にはトリセルラーコンタクト周囲の BTJ の構造が乱れた。トリセル人のノックダウンは バイセルラータイトジャンクションとトリセルラータイトジャンクションの両方に影響を与えてしまうため、クルーグラはユニークなアプローチで TTJ の特性を示した。培養細胞にトリック A を過剰発現させるトテルは変化せずに4キロビット、1 0ット、2 0ットの透過性が低下した。クルーグラはトリセルラータイトジャンクションにも小分子の経路と大分子の経路があるが、 トリセルラータイトジャンクションは防細胞伝導率の1%しか関与しないため、イオン透過性が変化しないと考察した。また過剰発現で透過性が低下することから、トリセルリンが大分子透過に関与すると主張した。そして、中心管を 3KD の蛍光付きデキストランが通過することを視覚化した。培養細胞でオクルディンをノックダウンすると、 バイセルラータイトジャンクション内のトリセルリンが増加する。これはオクルリンがバイセルラータイトジャンクションからトリセルリンを排除していることを意味する。オクルリン同様にトリセルリンも病原微生物のターゲットとなっている。赤力菌はトリセルラータイトジャンクションを介して隣接する上皮細胞内に侵入し、緑膿菌は一過性にトリセルリンをダウンレギュレートする。 2000年に発表されたフロリダレックス法を用いて、トリセルリン以外の TTJ の構成成分として、ライパリシス、スティミオレイテッドライポプロティンレセプターが見つかった。LSR は、免疫グロブリンサマドメインを持つ、膜タンパク質であり、もともと基地の LDL 受容体以外で、トリグリセリドが豊富なリポプロテインの取り込みに関わる受容体の候補として同定された。 ト LSR は581アミノ酸からなり、細胞外 IG ドメイン、膜貫通ドメイン、細胞内ドメインからなる。10個のエクソンからなり、選択的スプライシングによってアルファ、アルファ、ベータの3つのサブタイプが存在する。アルファタイプが全長翻訳されたものであり、細胞外 C 末端、膜貫通領域、細胞内 N 末端からなる。アルファとベータは、 シーマッタンのジロイシンモチーフがなく、ベータは膜貫通領域がほとんど完全にない。ノックアウトマウスのホモ接合体は耐性致死であり、ヘテロ接合体は食物摂取後に結晶、トリアシルグリセリド及びコレステロールのレベルが上昇する。そのため、リポタンパク質のクリアランスに関与すると考えられていた。培養細胞で LSR をノックダウンするとテルは低下し、4KD、10KD、40KD の蛍光付きデキストランの透過性が更新した。LSR をノックダウンした培養細胞のオクルディンの免疫染色で形態学的変化が認められた。オクルディンは通常は TJ マーカーとして用いられるが、LSR をノックダウンした培養細胞では、 トリセルラーコンタクトのオクルリンの染色が不連続になっており、オクルリンの蓄積が起こっていると考えられている。トリセルリンをノックダウンした培養細胞では、LSR はトリセルラーコンタクトに極在したままであるが、LSR をノックダウンした培養細胞では、トリセルリンがトリセルラーコンタクトに極在せず、細胞膜全体に散在し、この表現型は、 LSR を外来性に再発現させると回復する。以上から LSR がトリセルリンをトリセルラーコンタクトに動員すると考えられる。LSR の細胞質領域とトリセルリンの C 末端細胞質領域が相互作用する結果トリセルラーコンタクトに LSR とトリセルリンが強極在する。多くの上皮細胞で LSR は発現している。しかし部位によっては トリセルリンがトリセルラーコンタクトに極在しているが、LSR が発現していない上皮があった。例えば結腸では、影下下部では LSR が発現しているが、陰カ上部では LSR が発現していないが、トリセルリンは影下全体でトリセルラーコンタクトに極在していた。以上のことから、LSR に相当な遺伝子があることが予想された。 マウスでは、LSR に相当な遺伝子として、イルドア1とイルドア2が知られていた。LSR を含めた3つの遺伝子すべての複数の、スプライシングアイソフォームが存在する。いずれも1回膜貫通型タンパク質で、細胞外 IG ドメイン、膜貫通ドメイン、細胞内ドメインからなっていた。3つのタンパク質は30%のアミノ酸、同一性を共有していた。 イルドア1は、結腸陰化上部、膀胱、大気腺、急上皮、腎臓を含む広範な上皮組織、内耳コルチキで認められた。イルドア2は、網膜色素上皮細胞や神経周膜や脈絡層などの神経組織を覆う、上皮細胞で発現している。LSR を、アンギュリン1、イルドア1を、アンギュリン2、イルドア2を、アンギュリン3と呼び、 この三つのタンパク質をアンギュリンファミリーと呼ぶことが提唱されている。アンギュリン1、アンギュリン2、アンギュリン3のいずれもトリセルラーコンタクトに極在していた。確認された範囲ではすべての上皮で何らかのアンギュリンファミリーのタンパク質とトリセルリンが発現していた。一部の組織では複数のアンギュリンファミリーのタンパク質が確認された。アンギュリン1と同様に アンギュリンに、アンギュリン酸号細胞質領域とトリセルリンの C マッタン細胞質領域が相互採用し、トリセルリンをトリセルラーコンタクトに動員した。アンギュリンファミリーのタンパク質がなぜトリセルラーコンタクトに極在するのかは不明である。またすべてのアンギュリンファミリーのノックダウンは TTJ だけではなく BTJ にも影響を与え、大分子と小分子の投下に影響を与えている。 アンギュリン2の変異は DFNB42 という進行性難聴の原因となる。上皮におけるトリセルリニアアンギュリンファミリーの研究は数多く報告されたが血管内皮のトリセルリニアアンギュリンファミリーに関しては長い間報告がなかった。2013年に岩本フルセラによって初めて報告された。非神経組織として小腸、膵臓、大血管、 肺、血腸、肝臓、腎臓の血管内皮では、アンギュリンファミリーや、トリセルリンは認められなかった。上皮組織では認められた。脳に関しては、大脳や小脳を含む、脳実質では、アンギュリン1とトリセルリンが、トリセルラーコンタクトに極在していた。脈絡層の血管内皮と、脳室周囲器官の血管内皮では、アンギュリン1と、 トリセルリンの発言は認められなかった。網膜内皮細胞にはアンギュリン1とトリセルリンがトリセルラーコンタクトに極在していた。また、脳実質内の血管内皮ではアンギュリン2とアンギュリン3の発言は認められなかった。アンギュリン1は血管内皮では脳実質と網膜の血管内皮で特異的であり、BBB 成熟後に発言を示す。 脳梗塞と多発性硬化症では、血液脳関門のバリア機能が低下している。多発性硬化症の動物モデルである、実験的自己免疫性脳脊髄炎のマウスの炎症部位では、アンギュリン1の発現が低下しており、また脳梗塞の動物モデルである、中大脳動脈閉塞のマウスの血管閉塞側でもアンギュリン1の発現が低下していた。 アンギュリン1のセール288がリン酸化すると、トリセルラーコンタクトに極在し、リン酸化しない場合は、脂質代謝に関わるという説がある。また、アンギュリン1の細胞質ドメインの脂質就職であるパルミトイルカと細胞外ドメインの作用が、アンギュリン1の3細胞接着部位への極在に重要という報告もある。高アンギュリン1抗体である1から25は、 卵巣上皮癌の治療薬となる可能性がある。薬物を腸管上皮や血液のお冠を通過させるには、軽細胞経路、または防細胞経路を薬物が通過する必要がある。上皮細胞、または内皮細胞の細胞同士の隙間から物質輸送を行う経路を防細胞経路という。防細胞経路には電化選択性透過経路とサイズ。 選択性透過経路が知られている。バイセルラータイトジャンクションでは電化選択性、透過経路はチャンネル型、クローディンによって形成されると考えられている。透過できるサイズや電化は構成するクローディンによっても、異なるが0.4ナノメートル未満の小分子が瞬時に通過できる。電化選択性透過経路のバリア機能はテルで評価される。クローディンのトランス相互作用で、 チャネルが形成される。しかしどのような構造変化でチャネルが開閉するかなどまだわからない点も多い。バイセルラータイトジャンクションではリーク経路は30から60ナノメートルまで透過可能と言われている。リーク経路の有力な仮説の一つにダイナミックストランドモデルというものがある。ダイナミックストランドモデルではリーク経路は タイトジャイクション構成タンパク質と脂質の相互作用で形成されると考えられている。タイトジャイクション構成タンパク質の結合やタイトジャイクション構成タンパク質の膜上の移動の結果、抗分子が防細胞経路を通過する。オクルティンやトリセルリンが抗分子のサイズを規定すると考えられている。抗分子が一定の時間をかけて通過するのでトレーサーを用いて 透過率を評価する。電化選択性透過経路はチャンネル型、クローディンがトランスクリプション相互作用の結果生じた穴を小分子が通過する。リーク経路はオクルディンがサイズを規定し逆ミセルの形態で高分子を通過させる。オクルディンをノックダウンすることで6.25、ナノメートルほどの高分子の透過性が更新するので、オクルディンがバリアー機能を担っている。TNF によって、 高分子の透過性は更新する。またタイトジャンクションストランドへの障害はリーク経路を更新させる。タイトジャンクションにはバイセルラータイトジャンクションのほか、トリセルラータイトジャンクションが知られている。電化選択性透過経路とリーク経路はそれぞれのタイトジャンクションに存在する。タイトジャンクション構成タンパク質の違いから両者の役割は異なると考えられている。 トリセルラータイトジャンクションの特徴としては直径12ナノメートルに及ぶ中心管の存在が挙げられる。形態学的な特徴から高分子が透過しやすいと予想された。トリセルラータイトジャンクションでは電化選択性、透過経路とリーク経路はいずれも中心管を通過するものと考えられている。トリセル人の過剰発言で高分子の透過性が低下するがテルが低下しなかった。 クルーグラはこの現象をトリセルリンがリーク経路のサイズ制限を行っているためと考えた。またトリセルラータイトジャンクションは防細胞電動率の1%しか関与しないためトリセルラータイトジャンクションのみの電化選択性透過経路の透過率が変化してもテルは変化しないと考察した。ありがとうございます。